皆さんおはようございます。ということで今、時間は朝の5時44分、めちゃくちゃ早いんですけど、今回の動画からですね、久しぶりに、修行シリーズを、お届けしたいと思います。今年も修行の季節がやってまいりました。今回ね、何の修行をするのか、まあ勘のいい人なら、分かったと思いますが、ANA のダイヤ修行を今日から本格的に開始しようということで今動画を撮っております。ちょうど去年の8月中旬ぐらいからですね、あのダイヤ修行っていうのをやって、まあ今年もいろいろ悩んだんですけども、継続しようということでね、やる覚悟を決めました。まあ大きな要因としては、今年もですね、 ANA がプレミアムポイントバイキャンペーンっていうのを8月からね、スタートさせておりまして、まあこれはやっぱ半額でね、ステータスをゲットできるということに近いですので、やるしかないということでやっていきます。ということで今回この動画が ANA のダイヤモンド修行1回目の動画ということでお届けしてると思うんですが、まあ1回目のね、ちょっと説明をしておきますと、まあ現在私はプレミアムポイントね、ちょっと暫定値にはなるんでね、確定してない部分もあるんですが、およそ3万5000ポイントぐらいは今持ってるんですよね。今年前半、国内、海外含めてですね、ちょこちょこ乗ってた分の蓄積がそれぐらいありますんで、まあ、残り6万5000ポイントあるかないかぐらいを獲得すれば、まあ、ダイヤモンド2年目、継続というのが確定するんですよね。まあ、それに向けて、今からね、修行をしていこうと思っております。で、今回はね、ちょっと状況が変わってきておりますので、まあ、国内線をひたすらね、乗って稼ぐというよりも、まあ、それももちろんやるんですけど、国際線も絡めてですね、しかもポイントも、まあ、3万5000ぐらいも今あるという状況なんで、あんまりこう、キツキツカツカツでやらなくてもいいっていう状況なので、まあ、楽しみつつですね、まあ、できれば国内線のプレミアムクラスに乗って、ある程度ギリギリぐらいまでポイントを貯めて、まあ、あとは普通に旅行しながら貯めていくっていうスタイルに、今年はそれでやっていこうと思っております。とは言ってもですね、まあ、10万ポイント、まあ、今バイキャンペーンなんで半額半分5万ポイントもね、まあ、そんなにこうすぐ貯まるかって言ったらそうではないので、なので、まあ、短期集中、まあ、3日間ぐらいで今飛行機乗る予定をある程度ギュッとしたんですけども、その様子を今回からお届けしたいと思います。一発目はですね、まあ、定番のフライトにはなるんですけども、本日はセントレアから那覇空港までのプレミアムクラス乗って那覇に行きます。ちなみに今ここは修行僧の方が愛用されておりますセントレアの東横インでございますね。この後チェックアウトしてターミナルビルの方に移動しようと思います。私のフライト時間は9時半ぐらいなんで、まだまだ時間的に余裕はあるんですけども、はい、とりあえず行きましょう。ということで1ヶ月ぶりのセントレアに入りました。最後にね、私が飛行機に乗ったのは7月の26だったかな。本当に1ヶ月ぶり、飛行機にも乗るのも超久しぶりなんでワクワクしております。すでに動画でお届けしてると思うんですが、8月1ヶ月間ですね、ちょっと鬼のダイエット修行をしておりまして、まあ、それを開けて今からダイヤモンド修行をやるという感じですね。ちょっともうかなり日に焼けちゃってるんですけどね、外歩きまくってたんで。ちなみに余談なんですが、セントレアのね、コンビニで結構の確率でヤクルト1000買えますよ。今ね、実際に行ったら普通に売ってました。これ結構入手困難というか、ね、流通がこうなかなかうまくいってないみたいで、うん、買えない人多いらしいんですが、結構な頻度でセントレア買えるんで、よかったら朝ね、コンビニ寄ってみるのもいいと思います。まあ、あとはグアム便がユナイテッド復活したりとか、あとハワイ便も復活かな。なかなかいい感じになってきましたね、セントレアも。それで、私は9時40分沖縄那覇空港行き、 ANA の1127便ですね。まだまだ時間は余裕あるんですけども、早めに来ましてこれに乗っていきます。今日は本当にこのフライトで終わりですね。ということで結構混んでますね。平日なんですけども、国内線利用する人多いですね。すでにオンラインチェックイン終わってるんですけども、紙の航空券欲しかったんで今ね、発行だけしてきました。もう特に説明することないので
とりあえず今から保安検査抜けて中に入りましょう。それでまだ時間があったんで、すごい久しぶりにセントラルのカードラウンジに今入りました。そういえばね、去年もこの、ラウンジ利用するとポイントがもらえて10ポイント貯まると商品券くれるってやつやってまして、すっかり忘れてたんですけど、まだね有効期限切れてなくて、今やってちょうどね10ポイント貯まって500円分何か買えるみたいですね。8月いっぱいまでねポイント倍キャンペーン、もう8月終わっちゃうんであれなんですけども、これ到着時ですけどね、はい、なので修行僧の人は、まあ、以前も言ったけどこのねラウンジによって、まあ、ポイントを稼いで、で500円分の商品券もらうっていうのをやるといいかもしれませんね。ということで保安検査終わりました。いやなんか久しぶりにセントリアから国内線乗る気がしますね。やっときますか、毎度おなじみこれを。ということで特にやることもないので、まあ、今椅子で座って待っておりますが、これもらいましたまあお決まりですね、セントリアから飛行機に乗るたびに何か飲み物とかもらえるんで素晴らしい。それで今回私が乗る、5番ゲートからの ANA1127 便の排気ですね、はい、こちらに乗っていきます。ちょうどね今見たら下にあるのは多分私が乗る飛行機737ですが、太平洋フェリーですね、苫小牧から来たやつでしょうか。それでプレミアムクラスということで、まあ、機内サービス機内食があるんですよね。で今回私の乗る時間帯だと食事のサービスなんで、まあ、そこそこ食べるもの出るんですけど、まあ、さっきね東横インをチェックアウトして、まあ、東横インでも朝ごはん食べずに来ました。でもうすでに動画上げてますけども、あのダイエットをねあのここ最近やったばかりで、ちょ現状維持したいなっていうのもあるし、このダイヤ修行ですね、ダイエット修行とダイヤ修行ちょっとややこしいですけども、あのプレミアムクラスばっか乗るとね、もう乗るたびに食べ物出るわけですよ。でラウンジも行きたくなって食べちゃうだろうし、これまずいんですよね本当に。あの太ります、間違いなく、ずっと食べてたら、しかも乗ってるだけで動かないんでね。で今回那覇に着いて行きたいお店が1軒あって、なのでちょっと食べて食べて食べてまたなってしまうので、なので今回は機内サービスで提供される機内食食べるのやめようかなと思います。持ち帰りできるならちょっと聞いてみようかなと思うけど、ね、普段だったらもったいなくて食べないという選択肢はないんですけど、ちょっといろいろ自分の中でも価値観が変わりまして、そうあの食べるのをやめとこうかなと思います。で沖縄着いてからちょっと行きたいね、ちょっと海鮮丼のお店があって、まあ、前もあの違うお店なんですけど海鮮丼食べ行ったんですけど、ちょっと今回は違うところに行こうと思っております。でホテルにチェックインするとこまで今日はちょっと見せようと思うんですけどもね、まあ、せっかくここまで頑張ってきたダイエット修行ね無駄にしないために維持しないといけませんよねで ANA のダイヤとか、まあ、こういった航空会社のステータスとかホテルのステータスもね、せっかく取ったらこう維持したいっていう人が多いと思うんですけども、本当修行はキープするのが大変だなと思いましたね。ダイエットもステータスも維持が大変です。去年の修行の時もねお話ししたと思いますが、こちらのセントレアから那覇までですねプレミアムクラスで株主優待でチケットを取ると、およそですね今倍キャンペーンやっておりますので4448ポイント、はい、1回でですね、まあ、獲得することができます。なかなかこれは美味しくてですね、まあ、ちょっと今こう夏休みシーズンなんで結構混んでるんですけども、平日であればですね空席も結構あのプレミアムクラスの話ですけどね、うん、あったりしますんで比較的やりやすいかなと。まあ羽田から飛ぶのとあんまりポイント数変わりませんので、うん、まあちょっとは変わるけどね、うん、まあ私は結構穴場だと思っております。便数もそこそこありますんで、はい、なんで今回今日はね1フライトだけですけども、まあ約4500ポイント獲得して行くという感じですね、うん、ちなみに航空券の方はねいくらだったかな、2万6000とかそれぐらいだった気がします。プレミアムクラスであのやっぱり株主優待取るのがめちゃくちゃいいですね、うん、あの搭乗ポイントも400ポイントついてそれも倍になりますので800ポイントもらえますので結構大きいです、はい、搭乗が始まりましたね。乗っていきましょう。いつもありがとうございます。ありがとうございますということでゲートをくぐりました。ちょっとね言うの忘れてましたけど今回ね満席なんですよね、プレミアムクラスで。私が予約した時にもすでに窓側が開いてなかったんで通路側です。
あのこの後のね、まあ、翌日以降のフライトは一応窓側を抑えれてるんですけど、このフライトに限り窓側じゃないのでちょっと景色とかあんま撮れないですが、まあ今日はそんなにこうフライトレビューというか、とりあえず行くだけなんで行って那覇で過ごすみたいな感じでお届けしようと思います。ということで、過去何回もこのフライトについては紹介しておりますので省略でいきます。はい、今ドアが閉まりました。はい、ということでドアが閉まったんですが、空席が発生したということでたまたま出たんで一番の前ですね、こちらも譲っていただきました。運が良かったです。1127便もご利用いただきましてありがとうございます。この便は ANA ウィングスの飛行機乗務員で運航いたします。 ANA グループ運航便では正規航空協会の指針に基づき機内でのマスクなどの着用をお願いしております。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board。 上体を起こして滑ります。ということで機内サービスが始まって、で食事は持ち帰ることにしたんで、スープとあと気を利かせてナッツとかくれました。まあ、これだけ食べようと思います。コンソメスープかな。はい、ドリンクはオレンジジュースにしました。まあ、紹介はこれぐらいで終わります。25周年を迎えました。皆様今日も早朝よりスターライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。引き続きご案内いたします。ということで那覇空港に到着しました。まあ、空港はねまた明日来るんで、とりあえずもうホテルの方に向かいましょう。あとね海鮮丼のお店に寄ってから行きます。ランチ食べます。
それでは空港を出てユイレールで移動します。赤嶺駅というね、まあ、一駅先なんですが、そこまで行きます。まもなく1番線に手賀湖浦西行きの電車が参ります。それでユイレールの赤嶺駅を降りまして、そこから5分ぐらいですね、歩いて魚丸というね、魚料理の食堂なんですけど、行ってみたくて今歩いております。ありました、こちらですね、魚丸。混んでないわ。すごいらしいんですよ、海鮮丼が。もう写真出てるけど、入ってみたらかなり混んでたんですが、もう先にメニュー決めるように言われて今座って待っております。刺し盛りこれ1680円でこんだけ量ありますからね。で、一番人気はこの海鮮丼で1380円ですごい量があるらしいんですよね。で、マグロ丼もすごいらしい、特大でも1700円で、今回このデラックスにしようかなと思います。はい、うな丼もね1480円、安いよね。他にも定食とかすごいあるんだけど、やっぱ海鮮丼いきますか。それで5分ぐらい待ったんですが、すぐ案内してくれました。で、これ無料のアイスティーですね。これはお水です。まあ、ダイエット企画をねずっとやっておりまして、食事をかなり制限して1ヶ月間やってきたんで、今日はちょっとご褒美的なちょっと特別なお昼ご飯ですね、うん、まあ炭水化物をメインに食べないでいたんですが、まあ、魚もあんま食べなかったな今回1ヶ月間で、ね、うん、シーチキンとか食べたけど、魚はまだヘルシーなんで。お店の横が魚屋さんということで、店内もすごい独特な感じですね。ちょっと後ろ側にたくさん人がいて、皆さん食べてるんであんま映せないんですが、量が多くて残してる人もすごいいっぱいいるそんなあるのかな。デラックスにして失敗したかな。はい、それでですね、注文した海鮮丼デラックスが来ましたこれすごいね、前回港の方で食べたやつよりもすごいわ。こっちの方がグレードが高いですね。すごい。あとわらび餅ともずくとガリ味噌汁、まあ、これがついて2200円ぐらいですね。うわー、これすごいな。いただきます。ネタもめちゃくちゃでかいですね。これアナゴとかエビもすごいあるし、すごいわ、クオリティ高い、めっちゃうまいです。ということでめちゃくちゃ美味しかったですね。もう刺身だけで超お腹いっぱい、うん、最後ね、あの酢飯ですか、あの全部食べきれなかったです、申し訳ないですけどね、うん、あの酢飯もね、なんか独特な、なんか沖縄っぽいっていうか、シークワーサー入ってんのかな、すごい良かったですね。料金も、まあ、今回デラックス食べましたけど、普通のやつでも1400円ぐらいか、はい、デラックスだと2200円、おすすめです。ということで、まあ、この後は今からもうホテルに早速、行きます。それでユイレールの旭橋駅から歩いて5分ぐらいの場所にあるこちらのホテルに今日泊まります。ネストホテル那覇西ということで、ここねめちゃくちゃ安くてね、あの評価高かったんですよね。一泊今回朝食付きで4800円で、できたばっか、まだ今年できたばっかなのかな、うん、初めてネストホテル泊まりますけども、まあどんな感じなのかな、うん、近くにはねローソンがあって、あの交差点の角っこにはセブンイレブンがありますね。はい、それでは行きましょう。あとはフロントにコーヒーの無料サービスがあります。ここは朝食会場になる場所ですね。あとねすごいのがバルミューダの電子レンジとオーブンがあります、はい、結構おしゃれですね。ということでチェックインの完了いたしました。早速部屋に行きましょう。お、また角部屋だすごいね、確率的にほとんど毎回角部屋だよ。それで今回303ですね、3階の部屋です。ということで部屋に入りました。まあ、ざっくりとバーッと説明します。はい、ベッドがあって、これツインなんかな、
ベッドはくっつけられてますね、はい、一応2つあって、でテレビがドンとでかいのがあって、東芝製、部屋広いですね。これで4800円朝食付きはめちゃくちゃいいんじゃないですか。ソファーもあるし、うん、間接照明もおしゃれですね。あとはね、さっきもあの下にあったんだけど、これバルミューダの湯沸かしポット、はい。冷蔵庫は普通ですよね、はい、で金庫があって、景色はまあこんな感じ、まあ角部屋だけど階が低いんで3階なんで、まあこんな感じですね。泊まるだけ寝るだけなんで十分です。あとこれはドライヤーかな、スリッパもありまして、あとこちらが、あ、広いな、トートのウォシュレット、しかも新しいやつ、洗面台も綺麗ですね。ユニットバスですけど、すごいバスタブも広くて、シャンプーなんかもあります。こんな感じで部屋の紹介は終わりです。まだオープンしたばかりでね、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。ちょっと気になってて、しかも破格の4800円だったんで、これ安いなと思ってね。ユイレールの駅からも歩いてすぐですし、ローソンとセブンイレブンが真横にあるんで、もうあと飲食店も結構ありますね、十分かと思います。空港からまあ旭橋までどうだろう、ユイレールで10分ぐらいか、そんな遠くないですしね。まあ歩いてここから国際通りも行けないこともないですね、うん、割と近いところにあります。あの繁華街のど真ん中にあるようなところではないですけど、はい、よかったら修行とか沖縄旅行、那覇に来るとき参考にしてみてください、うん、まあ今日はこのホテルの紹介動画っていうよりも、まあ修行で来てるっていう流れでお届けしておりますので、まあこんな感じですね。まああとは部屋でゆっくり過ごして、で明日朝ごはん食べて、でまた空港に行くというところまでお見せしたいと思いますね。ということで今日はこんな感じでもう終わりです。また明日の朝ですね、このホテルの朝食を食べてチェックアウトして那覇空港に行くところまでお見せしようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。それで翌日になりました。こちら朝食会場ですね。今からサクッと食べたいと思います。朝食はこんな感じです。そこそこいろんなものがありますね。ということで朝食はこんな感じで持ってきました。もずくとか、ね、野菜もあってよかったです。これは味噌汁ですね。で、まあ、適当におかずもフーチャンプルとかそうめんチャンプルもありました、はい、一応バランスよく取ったつもりです。他にもね、あのご飯とかカレーとか、あとはなんだジューシーか五目ご飯みたいのもあるんですが、パン、あとパンもありましたんで、ね、それはやめときます。ということで那覇空港に戻ってまいりました。まあ、今回の動画はですね、まあ、修行1回目の動画ということでお届けさせていただきましたけど、まあ、1フライトしか乗らなかったので、かなりゆったりとプチ沖縄滞在もできたので、できればね1泊とかして沖縄でゆっくりするっていうのも修行中やるといいと思いますよ。飛行機だけずっと乗ってるよりもね、まあ、メリハリをつけた修行をするのがね、まあ、一番やってて楽しいと思いますんで、まあ、とは言ってもね、まあゆっくりしたのは今日だけで、このあとね本日もフライトいくつか乗って、でまたその次の日もっていう感じで私は進めていきますけど、次回もこの修行の続きということで那覇空港出発するところからお届けしたいと思います。引き続きダイヤ修行をやっていきます。よろしくお願いします。一旦動画終わります。ご視聴ありがとうございました。